よし、メンテナンス開けましたね。はい、木曜日ということで週刊 FP 楽しみだな。いやー、今日ね、クリスマスイブだし、さすがに豪華な週刊。え？サンタさん？はい、ということで本日もですね、フリーアプリ2020やっていきたいなと思います。本日はですね、12月24日ということでクリスマスイブなんですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、僕はですね、一応生放送の予定だったんですけど、それちょっと事情があってね、中止になってしまったので、はい、一人寂しく動画作りしながらクリスマス迎えたいなと思っております。サンタさんには神引きできますようにってお願いしておきましたね。はい、ということで、はい、本日ですね、さっきも言ったように週刊 FP は来なかったんですけど、新しいアイコニックガチャだったりとか、お知らせいくつか公開されましたので、そのあたりの情報をこの動画1本でまとめていきたいなと思っております。ということで、まずはですね、お知らせからなんですけど、はい、これ超朗報ですね。はい、オンライン対人戦の不正行為についてということで、昨日コミュニティでも告知したんですけど、最近ですね、オンラインでの不正行為っていうのが多発していたんですけど、それがですね、しっかり対処されたみたいですね。ツイッターとか見る感じ、実際できなくなってるみたいなので、はい、これは良かったのかなと思っております。まあ、お詫びが1万 GP っていうのはね、今回結構重大なバグだったので、それどうなんかなって思いますけど、とりあえず治ってくれたのはすごく良かったですね。これでね、安心してオンチャレやマッチレやボズドをしっかりできますので、年末年始ウィルアプリ楽しんでいきたいなと思っております。ちなみにここにも書いてある通り、不正行為を複数回にわたって行ったアカウントについては、後日コンテンツ利用規約に基づきアカウントの利用停止措置を実施いたしますって書いてあるので、おそらくですね、今回のメンテでアカウント利用停止になった人はいないと思うんですけど、はい、今後ですね、こちら行われてるみたいなので、はい、実際不正行為された方は震えながら寝ていただきたいなと思っております。で、あと他で言うとこれかな。まあ、これはですね、大きな話じゃないんですけど、コナミ ID とゲームアカウントの連携、e フットボールポイントのところでやったと思うんですけど、アイテムを交換するっていうのがやっぱり正規ルートだったみたいですね。で、この交換に関して、500ポイント分のね、交換用のポイントっていうのをなんか配ってくれたみたいなので、これもですね、ありがたく受け取っていただきたいなと思っております。で、あと他で言うとこれかな。まあ、これは分かってたことでしたけど、はい、週刊 FP はないっていうのと、それに合わせて今日から2週間ですね、はい、ライブアップデート C 固定期間突入いたしました。まあ、実際ですね、ライブアップデートのところ見ていただくと、はい、こんな感じで、もうね、すっごい寂しい感じになってますね。年末年始の寮みたいになってますけど、はい、そんな感じで何もありませんので、もうこれは完全に大レジェンド&アイコニック時代来たんじゃないかなと思っております。まあ、年末はね、皆さんのスカット、おそらくウィニングイレブン2005ぐらいになると思うんですけど、この2週間に関してはレジェンドアイコニック中心でスカット組んでいただくといいのかなと思います。で、あとはですね、そう、今週さ、ベッシからですね、FP 配られてると思うんですけど、はい、今週ついに本人やってまいりました、メッシ。いや、ちょっと引こっか。僕さ、FP メッシもアイコニックメッシも持ってないから、そう考えるとすっげー惜しかったんですよね。普通にこれ無料で配ってくれるならありがたいっていうね。待って、これどっちだっけ。どっちだ、これかな、こっちかな。オッケー、行きましょう。さあ、メッシが、いいね、なんかね、このドキドキも何もないけど、この確定で FP が手に入る感じ、気持ちいい。さあ、 FP メッシ手に入れていく。これちょっと能力比較、土曜日ぐらいにね、今まで配られた選手全選手まとめて動画出していこうかなと思いますので、よかったらそのあたりもご確認ください。で、あと、そう、月曜日にさ、ログインボーナス始まったって話したと思うんですけど、はい、それが早速いろいろ配られてるんですけど、この画像よく見たらですね、21日間毎日もらえるって書いてあるんですよね。一応ですね、今告知されてる範囲では1週間分だけなんですけど、1月11日まで毎日もらえるみたいなので、はい、この年末年始はずっと厚めのログインボーナス続いていくんじゃないかなと思っております。ということで、ちょっといい、待って、スキル追加さ、配られたじゃん。この10枚でさ、クルトワのさ、低弾道パンツキック狙っていいっすか。せっかくなんで動画で引こう。で、これ裏で引こうかなと思ったんだけど、なんか動画で引いた方が盛り上がるかなということで、突然始まるクルトワの低弾道への旅やっていきたいなと思います。ということで、一発目お願いします。レッツゴー、来るか、ほい、うえー、一発でついた、神、まさか一発でクルトワ。で、ごめんなさい、いろいろ起きたんですけど、今週の新登場型、新登場ガチャはですね、週刊ありませんので、はい、ローマアイコニックのみですね。はい、このアイコン見ていただきたいんですけど、バティスータ完全に賢者モード入ってますよね。で、それをですね、冷静に見つめるトッティということで、これはやりますねって感じですね。はい、で、このローマに関してなんですけど、実はですね、カフーもトッティもバティスータも3人ともですね、既存アイコニックがいるんですけど、まあ、別の能力値の新規アイコニックバージョンとして出てきました。まあ、それぞれ強化されてますし、特にですね、トッティやバティスータに関しては、まあ、ガチスカで使ってる人もちょいちょい見るレベルの選手ではありますので、まあ基本的には新規ですし、狙ってみるのもいいんじゃないかなと思っております。で、こちらもですね、明日おそらく動画化するかな。はい、またレベマ企画でがっつり見ていきますけど、まあ無理して狙うほどではないのかなっていうイメージではありますね。はい、で、
さらにまだ終わりません。これツイッターでもツイートしたんですけど、来週月曜日の CS ガチャ、なんとユナイテッド、エバートン、リバプール、レスターということで、いやこれすごいし、あのね、ごめんなさい、さっき週刊内のちょっとぐちぐち言ったけど、これなら OK です。はい、4つ来て、まあリバプールとユナイテッドは割と毎年恒例だし、まあユナイテッドはメインパートナーだったりするんですけど、エバートンとレスター来るのは嬉しいっすよね。まあサポーターの方は嬉しいと思いますし、こうやってね、いろんな CS 来るっていうのはそれはそれですごく面白いので、これは年末盛り上がるんじゃないかなと思っております。まあ28日にがっつり来ますので、はい、楽しみに待っていただきたいなと思います。で、おそらくですね、28の次の週なんですけど、はい、28の次が1月4日で、ここ CS ガチャ来るのかな、かなり微妙なラインですけど、僕の中では何かしら来るんじゃないかなと思ってますので、はい、このあたりも分かり次第ツイッターとかで告知していきたいなと思います。ということで、今週週間ないので久しぶりにやりますか、ローマアイコニック、アイコニックガチャ1人出るまで終わりません、やっていきたいなと思っております。あのね、これ地獄になる可能性あるから早めに引いていくわ。なんで地獄になるかっていうと、僕これで1回バルセロナ100何十回出なかったんですよね。はい、っていう、しかもこれ生放送とかじゃなくて1人で引き続けるってすごい悲しい展開なんですけど、今日も懲りずにスタートしていきたいなと思います。さあ2回目いきましょう。いやー、いつ出るんだろう。いやー嘘、いやー嘘、待って、なにこれなにこれ、奇跡が起きてる、今日おかしいって、今日おかしいって本当に。ねえ、誰、はい、マジで嘘、こんなことある、いや、バティストゥーティング来た、ちょっとカック、週末の生放送でやれよこれを。うわ、バティストゥータ選手、ありがとうございます。いや、ちょっとごめんなさい、あの状況が理解できなくて、さっきの低弾道パントキックといい、今回という叫びまくってるんですけど、はい、ありがとうございました。あの、僕もまさにこれと同じ顔になってますね。はい、ありがとうございます。ということで、ガチャ勝負する方早く出ることを祈ってます。これがサンタさんからのプレゼント、今日もありがとうございました。バイバイ。